堀哲チャンネルです。僕ね、この前ベルセルクっていう漫画、まあ僕大好きなんですけど、まあ改めて前回読もうかなと思って読んでたんですけど、まあ、やっぱりね、めっちゃ面白いですね。まあストーリーとかも面白いのはもちろんですけど、まあ強戦士の鎧がめっちゃかっこよかったり、まあ敵キャラいろいろいるけど、モンスターチックのやつ、ああいうグロいのも大好きなので、もういろんな作りたいキャラクターいるんですけど、まあね、皆さん経験あると思うんですが、好きな漫画やアニメの、まあ、衣装を着たかったり、まあ、アクセサリーを身につけたかったり、武器欲しかったり、僕もあのベヘリットっていう首飾りがちょっと欲しいなと思ってネットで調べたら、まあ、よく考えたらね、自分彫刻家なんで自分で作りゃいいわと思って、まあ、今回は今までの動画と違って結構な小物なんですけど、まあ、頑張って作っていきたいなと思います。ちなみにベヘリットっていうのはこういうおっさんの顔が入ったかっこいい首飾りです。みんな大好き。じゃあ彫刻開始。だいたいチェーンソーで形はできたかな。これね、結構卵型のところに顔が乗っかってるんで、まあ、そこを意識して作るのが難しかったですね。まあ、ここからは電動工具を使って細かいのでね、作っていきたいと思います。めっちゃいい出来になりました。でね、せっかくなんで首紐もつけて実際にこんな感じでかけて歩くこともできます。ちょっと実寸より大きいぐらいかな、なんか対比的に。でね、この表情がすごい苦労して、最初チェーンソーで1時間ぐらいでまあざっくりと形を出して、まあその後電動工具でちょこちょこ手を入れてと形を作っていったんですけど、もうなんともね、これ怒ってるような悲しいような悔しいようなね、泣いてるような表情、これがねすごい表現しづらくて、まあ、かなり時間をかけました。まあ、このね木目の感じも相まっていい雰囲気出してます。着色もできたらなと思います。今回使う塗料はこのカシュー塗料ってやつですね。なんかこれ、カシューナッツの中から作られてるみたいです。まあ漆みたいな感じなんですけど、かぶれなくて使い勝手がいいよっていう。で、木目の感じも活かしつつ着色できるので、僕すごい好きで結構使ってます。まあ、これをメインにね、着色していきたいなと思います。はい、じゃあ最初は目の部分ですね。白目から塗っていこうかなと思います。やっぱね、目が一番何を作るにしても重要ですね。ね、失敗すると作品全体の雰囲気が悪くなっちゃったりするので、目は特にね、気を使って着色していきたいと思います。片目入りました。もうこれだけでだいぶ違いますもんね。目がいかに
重要かっていうのが分かりますね。作品に魂が宿るというか、エアブラシとか、まあいろんな着色方法、いろんな塗料あるけど、なんか自然な感じというか、歌手、なんかちょうどいい塩梅に塗れるのですごい好きですね。先ほども言ったように目はすごい力が作品の宿るので丁寧に塗るんですけど、塗る下地、まあ彫刻する際に仕上げが甘くて、ここで木がなんか毛羽立ったりしてるとね、うまく筆で色が入れれないんですよね。なので下地っていうか、まあ彫刻の方も丁寧にしておいてあげると色塗りもスムーズに綺麗にいくかなと思います。いい感じ、いいね。はい、あらかた濡れてきましたが、単純にね赤塗るんじゃなくて、この黒で最後傷みたいな感じで、メヘリットもねいろんな旅してますから汚れとか傷があると思うので、黒色で赤の上に入れていきます。ただ単にね色をべったり塗るだけだと、なんかおもちゃっぽい感じというかね、ただ塗っただけになるんで、こういうちょっとしたいびつさというかね、そういったもので作品を深めてると思います。汚しをかけます。いいんじゃないか。まあ、このぐらい時間かけて、結構ね塗るの時間かかりましたね。べったり筆で塗っていったの で、まあそうやっている間に目の白が乾いてると思うんで、またちょっとね目を塗っていきたいなと思います。で、目はね意外とこのグロテスクな見た目からしてね、澄んだ青色の目をしているので、まず瞳孔の部分、真ん中の部分は黒く塗って、周りちょっと青くにじませて、そんなような感じで着色をしたいです。はい、ほぼほぼ仕上がって、あとは涙流してるところを作って完成となります。無事塗料も乾いて完成しました。着色でね、これこだわったポイントが、まず赤でバーンと綺麗に塗るっていうよりかは、赤と赤黒い色をまだらにというか、あえて汚しがかかったり皮膚の質感というか、そういうのを表現するために、そんな感じでね綺麗に塗るというよりかは汚しをかけつつ塗るっていうような、そんな感じで着色していきました。で、今回色を塗るっていうだけの技術じゃなくて、ボンドを使ったりとかして涙とか表現したり、木目も生きるようにね、あえてベタベタ塗りすぎないように皮膚の質感めっちゃ再現できてると思います。僕のベルセルク愛が詰まった作品となりました。この作品めっちゃいいなと思った方はグッド、評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。